キアの大冒険シーズン2。前回の冒険では壊れた自転車を押して空港へ戻った僕たちは新しい自転車へと乗り換え、夕食の食材を調達しに近くの小さな町ギールズベイへと向かった。そこで出会った地元のおじさんと仲良くなり、島民だけが知る神秘の湖の存在を教えてもらった。空港に戻った僕たちは相棒の22歳最後のフライトへと飛び立った。そして飛行機の下にテントを張り、地元の食材で作った料理で最高の夜、そして相棒の誕生日に2人で祝杯をあげた。おいしい。うわ、もういつも長いのでゆっくり寝たいと思います。おやすみなさい。おはようございます。おはようございます。いや、すごいとこおらん？ここどこ？一回朝の5時ぐらいにいきなりさ、その辺で飛行機始動して、誰かのブワーンって風来て、あんな起き方したことないということで、そんな朝を乗り越えて、今日やってきました。2日目、かなり楽しんでいきましょう。今日はフルで一日あるけんね。うん、楽しんでいこう。楽しんでいくぞ。やろうか。おーす。あ、基本的に朝はヨガから始めます。ナマステ。ナマステ。あー、焦げたー。あ、でもうまそうかも。お、え、パンケーキのタレ、タレソースです。ソース、え、絶対美味しい。あ、うまそう、うまそう。Thank you.
本当はね、昨日この材料でベリーケーキを作ろうと思ってたんですが、カナダの山火事の影響で焚き火が禁止になってたのでちょっと作れませんでした。誕生日ケーキとしてちょっと考えてもらって。最高っすね。いいですかね。じゃあ、いただきます。いただきます。わからねえじゃん。普通の誕生日ケーキよりうまいわ。めっちゃうまいやん。やっぱすごいね、ワイルドベリーの味。濃ゆいね、やっぱ。濃ゆいし、酸味と甘みが強い。めっちゃ美味しい。ちなみにベジタリアンソーセージ、普通のソーセージよりもちょっと高いです。本当に美味しいかね。めっちゃ美味しい。うん。しかもこのベリーソース合う、ソーセージ、うん、ね。ということで、たまたまパトロールの巡回が来て、ちょっと優しく出てくださいって言われました。昨日のおじちゃん的には、So that's why they had to put those signs up. So if anything happens to you in there, it's, they're not reliable, they're not responsible. Wow. For it. So you can just walk in and say, Oh, wow. Oh, just like you own the place. It's huge. 普通に巡回されてました。ちょうど飛び込み寸前やったね。マジで後調で行こうって思った時に来るやん。惜しい。あそこ拝めただけで本当にラッキーだと思います。なので やはりこういうとこは入らないようにしましょう。Sorry, would you know any other lakes that allow swimming around here? Emily Lake, yeah. Straight. Yeah. And you'll see a sign that says Emily Lake. Oh, must be tiring job, eh? Yeah, it is. So, right, have a good day, bye.すごく優しいパトロールの人でした。ここでまた情報つながりました。エミリーレイクに向かいたいと思います。これが人生です。ラッキーな時もあればこういう時ももちろんあります。これが冒険スタイルやね、うん、やっていきましょう。違う違う、アイスじゃない、アイスじゃないよ。行っちゃいくわ。この島の人優しすぎて、これ合図だと思ってる。そうじゃない。ちょっとアイスクリームの店見つけたので行ってみましょう。行きましょう。
How are you guys? Good. Good, good. Yeah. The water's not really that cool there, though, is it? Did you jump in? No, not yet. Oh, is this going to? It's my man's name, Tony. Yeah. Now they can stop and then add it for now. So good, thank you so much. Yeah, appreciate yeah, it. We'll have a safe trip. Alright, thank you so much. Bye. ここで水分補給しようと思って、昆布茶、ブルーベリーラベンダーいただきたいと思います。うわびっくりするよ。マジで美味しい。うわすごくないこれ。これめっちゃうまいわ。ラベンダーとうっすら甘いね酸味があるブルーベリーの味と炭酸、ちょっと生姜の味もしますね。結構エミリーレイク着きました。ちょっとここでベリー休憩。でかカエル、おお、ここで持ったカエル、どこ？うわ、ビビ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 生息地みたいなんでちょっと放っておきましょう。戻ろうか。湖で食べようとしていたスイカが1個あるので、それを食べて、片付けして、ビクトリア国際空港に飛び立ちたいと思います。はい、撮影始まりました。今日の最後締めスイカということで食べていきたいと思います。水分補給して、国際空港ビクトリア戻ります。それでは。おー、まな板完全に直しちゃってないのでテーブルで失礼します。こんくらいがいいね。うん、やば。いただきます。ボンジュー、いただきやす。ボンジュー、うまっ。めっちゃやば。はあ、久しぶり食った。うまっ。スイカ美味しいね。あんまかなでないけんね、スイカ。ないね。うますぎです。いただきます。うん、うん、なんか煮込め甘っ。めっちゃ甘い。どうする、飛行機でめっちゃトイレ行きたくなったら。いや、それ考えたい。まあ、怖っ。窓からしよう。窓からおし、なんか降ってきた。そう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 。あー、ごちそうさまでした。ごめんな、煮込めん。あ、違うわ。甘いよね。多分中心が甘いっちゃろうね。うん、甘い、めっちゃ甘い。ごちそうさまでした。それではテントを片付けて空港戻ろうかね。ちょっと今日はね、かっこいい、飛行機のエンジンの手動方法を見せたいと思います。行きましょう。はい。それではハンドプロップ、手で回して、エンジンをつける方法をやってみたいと思います。ブレーキ OK？ グバイ。OK？ ブレーキ OK？Woo!
行きましょう。